どうも、アルデカノです。どうも、アルデカノです。イブユンです。センです。というわけで、はい、数学の神が復活したということで、はいはいはい、神さん復活するもんですからね。まあ、ただね、さすがにこのね、期間中は裏方ばっかりで、まあ、数学やってないんじゃないかということで、なるほどなるほど、今回やりたい企画はですね、はい、お数学の神といっても算数オリンピックなら俺らでも勝てんじゃねえ。算数、算数オリンピックです。結構地味に取れたことないよな。実は結構違う競技だからね。そうです、数学と算数。数学オリンピックやりましたので僕らは。言うたら小学生が解くってこと、要は。はいはいはい、そうです ね、 ね、まあ、どっちかというとなんか、まあ、ルールにとらわれない思考っていうのが、まあ、大事かなと思うんですけど、はいはいはい、ルールは俺らこのキムの四次小チームです。キムの四次小チームね、この3人ね。俺たち3人が君より先に全員解けた、全員正解できたら、はいはいはい、企画成功と。なるほど、もうじゃあそれで終わりってことね。1人でも君より遅かったらその問題はアウト。はい、これは問題は何問あるんですか。問題はでも全部でなんか14問ぐらいあるらしいんで。おー、じゃあもうじゃあ14問の時点でキムが逃げ切る可能性もあるってことやったらもうすごいわ、それでも。というわけでメガネマネマネマつなげよう命の輪。なお、この動画は、DMM ブックスさんの、提供でお送りいたします。第1問、デデン、お願いします。問題です。面積が80平方センチメートルの正十角形が2つあります。これらを図のように重ねたとき、灰色の部分の面積の和は何平方センチメートルになりますか。ただし、点 L は正十角形の辺の真ん中に点を表します。うわ、F やばいな、これむず。むず三大よりむずいぞ、これ。いや、絶対無理。全くわからん。チームがわからんってのはでかいな。じゃあ行くか、答えこうや。正解です。うえええええ、ここで鼻を一抜けです。はい、正解です。よし、うえ、あと一人、これあるよ。マジプレッシャーなんだけど。2人抜け、もしかして1問で終わる説あるよ、すんこれ。いや、マジっすか、そんなプレッシャー感があるかも、って感じで。すん、頑張れ。うわ、マジっすね。はい、やばい、適当に書いて出してるって。お願いします。正解です。さあ、うわー、惜しい。くぅー、無理くぅー、何すんの、これ何すんの。できたー、あぶねー。一応回答もあります。回答解説見ましょう。よって胃の面積がとよくわかんない、僕はもう。逆にどうやって当てたの。まず10辺の1ピースが8やから10等分で、うんうん、大体これ2個分ぐらいやなと思ってそれは天才、それは天才すぎる。2問目、いい勝負やったな、うん、問題です。はい、図のような。あ、でもこれ簡単そう。とりあえずね、違います。はいはいはい、違います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 。これありなの、これこれずるくない、これ。私たちはこれか、ちゃんどう、まったく解けません。その調子でいってくれとりあえず。そう、分かった。これだろ。正解です。うえ、ありがとうございます。忠実に図形を組み上げるっていう戦法。はい、お願いします。正解です。さあ、さあ、回答こちらです。すげえな、またこれやばいな。でもこれ、この発想する小学生無理すぎる、マジでこれ本当にはい、行きましょう、はい、もう行きましょう。次は問題です。はい、はい、問題です。計算の答えが最も大きくなるようにプラス、マイナス、かける、割るの4つの記号を1回ずつ入れました。これでもいけるね。これちょっとあの運ゲーやぞ、これ。あ、正解です。あ、うわ、ちょっと待って、これはでもこれ、スンが言ったってことだな。よしよし、正解です。あーそう、未来やったのに、これ、これは今できた、ね、109、これ正解です。あー、くそ
これは申し訳ない。急にスピード勝負入りましたそれだ、はい、今ちょっと視力半分ぐらいにしてちょっとじゃあ目が離せますよじゃあはい、それで、はい、その判断でかい、はい、正解です。あー、まっちゃう。正解です。さあ、さあ正解です。うぇーい。もうあとちょっとやったのに。いやこれあと 2,3 分早かったらスピードでやったな。はい、じゃあ次の問題です。はい、えぐいな。一番絶望的なやつじゃん。キムさんちょっと右脳で頼んだ。はい、正解です。はい、よし、はい、よし、正解です。よし、頼む。やばい、よし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 、やばい、これは確かに、やばい、これはまずいぞ。この客終わるチャンスですはい、はい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 、来たか。終わってました。頼む頼む。ここがこれ、ここがこれ、これが違います。嘘でしょ。1,2,3,4,5,6 あ、忘れた。はい、お願いします。違います。おお、まだある、まだある、まだある。そんなわけない。まだある、まだある。計算して。ちゃうわちゃうわ。おっとおっとおっと、はい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 。正解です。ああ、ここは20 30です。あれ、あー、惜しかった。あー、惜しかった。危ねー。いや、悔しいな、今のいけたと思ったな。鼻を押した瞬間、いったと思ってしまったな。くそ、これ悔やまれるな。正解です。あー、やられた。正解です。あー、正解です。あー、あー、問題です。はい、図のように台形 ABCD の各辺を5等分し、よし、じゃあ、はい、どうぞ。つまり、4次方程式できたら、4次方程式まではいけるんじゃないかな。え、は、は、あ、嘘つきました。4次方程式じゃない、4文字方程式。あー、あー、把握。はいっす。正解です。すげえ。ウェブテストってこういうのばっか解いてるからな。あー、確かにウェブテストとかでよくあるような思考力問われてるんで。ちょっとメガネかけていいですか。あ、わかんない。キムさん、ダメダメです。キムさん、あかんです。それはさっきはもうわかんない。なんでですか、こんな、この最後のチャンスなのにじゃあヒント、台形を2つくっつけたら平行四辺形になります。ちょっとできたかもしれない。ちょっとできたかもしれないんですけど、僕の答えこれです。正解です。おお、来ました。さあ、念願頼んだ。来ます。ああ、なるほど。こういうことか。ダンス、なるほどね。おお、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 ちょっと待って、マジ頼むー。正解です。同じことやってて計算ミスしてた、ずっと。あ、なるほど。キムさん何してたんすか。これそんなむずくないっすよ。めっちゃ待って、答えちゃんと見して。待って、途中まで全く同じことやってて。あ、そうやな、ここやな。これでやった。キムさん何考えてた。いや、何も考えてない。でも今日一応自分で解けたやつを持ってきた。えら。え、え、ヒントなしですか。は、え、マジで。あー、というわけで、はい、無事にキムに勝つことができたんですけど、はい、よかった、キムに勝てて。疲れた後は、まあ、自分の好きなことをしようということで、はい、漫画読みたいと思います。そうです、はい、で僕がね、はい、ちょっと最近ハマっている漫画なんですけども。教えてください。こちらです。ってれん、なになになに、お前ワンピースやん。ワン、もう一周回って、一周回って王道ね。はいはい、もう DMM ブックスさんで見れるワンピース。あ、そうですよ、はい、なんとすごいセールをしておりまして。はいはいはい、8月25日までの間、はい、なんとね、最大ポイント還元率 70% ということ。 70% も還元してくれるんですか。すごいよ。めっちゃお得にいっぱい漫画買えるじゃないですか。そういうことですよ。あ、で、すごいですよ。今ですね、新規会員になるとですね、はい、70% オフのクーポンももらえて。なるほどなるほど。本当の漫画ファンならね、紙媒体で欲しいっていう人もいるかもしれないんですけど、はいはい、
もう俺は基本的にはもう電子書籍で本買ってます。いやでも最近はそっちの方がいいって思い始めた俺も。なんかあの引っ越しとかの時にこれどうしようかなってなるよね。いやそうなので、結局だから新幹線とかでもういつでも読みたいってなったら、もう結論やっぱ携帯で読めるのが一番早い。まあそれはそうよね。でしかもですね、はい、DMM ブックス内で DMMJCB カードっていうのがあるんですけど、はいはいはい、それを使うとですねさらに 30% 還元と。ってことはその今回のキャンペーンで 70% 還元プラスの DMMJCB カードで 30% 還元、実質 100% 還元ってこと。実質ただそのまま買い物をすると最大1万6000ポイントもらえるということで、もうめちゃくちゃ激アツなんですよ。1万6000ポイントってもう一つの漫画全冊買えるんじゃない。いやほんまそのレベル、マジでそのレベルじゃない。8月25までに絶対漫画好きな人とか絶対これやった方がいい。やっぱり無双した方がいい、無双した方がいいっすねこれ、はい、ほんまに。たまったポイントはですね、はい、DMM ブックス以外でもまあ使えるんでね、このサービスを有効活用してみてはいかがでしょうか。はい、そうですね、これ本当におすすめ。しかも夏休みですからね。はい、はい、というわけでこの夏は読書の夏で決まりだ。